幹部が勢揃いしてる場に三男さんだけいねえんだぞ。あの人絡みで何か起きたってことぐらい伊藤ならすぐカンパできんだろうが。三男さん、起きてていいのかい？少し気だるいようですね。これも薬の副作用でしょう。あの薬を飲んでしまうと日中の活動が困難になりますから。私はもう人間ではありません。だが君が生きていてくれてよかった。俺たちはそれで十分だと思う。それで腕は治ったんですか？まだ本調子ではありませんから、自分でもよくわからないのですが。治っているようですね。少なくとも不便がない程度には。今の三男さんは昼間に弱いんだろう。そんな状態でタイムに参加できんのか？私は死んだことにすればいい。これから私は薬の成功例として新選組を束ねていこうと思っています。な、それ本気か？自分が何言ってるのか分かってんのか？分かっていますとも。長倉君こそ忘れたのですか？我々は薬の存在を伏せるよう幕府から命じられているのですよ。私さえ死んだことにすれば、今までのように薬の存在は隠し通せる。薬から副作用が消えるのであれば、それを使わない手はないでしょう。そもそも薬の実験は幕府からのお達しでもあるしな。それしかないか。三男さんが自分で選んだ道ですし、せめて責任を持って進んでください。豚所移転の話、冗談では済まされなくなったな。三男さんを伊藤派の目から隠すには広い豚所が必要だ。今のままでは狭すぎる。薬による増強計画を立てるのであれば、なおのこと移転を急ぐべきかと思います。
ああ、君でしたか。ありがとう。まあ今の私には風より日差しの強さの方が勘に触りますがね。どうかしましたか？幽霊でも見るような目で人を見るのは礼儀上あまり良いこととも思えませんが。そっかもな。俺長いこと江戸に行ってたし。俺が留守中、新八さんとか佐野さんにいじめられたりしなかったか？江戸にあるお前の家の場所聞いてたから、俺も立ち寄っては見たんだけどな。まあ元気出せって。そのうちひょっこり会えるかもしれないし。そうだな、町も人も結構変わった気がするな。あ？お、掃除！そっちはどうだった？別に何も、普段通りだね。でも将軍上洛の時には忙しくなるんじゃないかな。そう、だから近藤さんも張り切ってるよ。さんはそうだろうな。
おい小娘、断るとはどういう了見だ。やめてください、話して。民草のために日々上位を論ずる我ら獅子に尺の一つや二つ、むしろ自分からするのが当然であろうが。分かってるって。お前はここで待っ、やれやれ、上位って言葉も君たちに使われるんじゃかわいそうだよ。浅葱色の羽織、新選組か。知ってるなら話は早いよね。どうする？幕府の犬が。いいからとっとと失せろって。どんな罪で。君は意外と過激だな。何しょげてるんだよ。それよりほら、あの、私南雲薫と申します。助けていただいてありがとうございました。